中山は、新潟県長岡市の市街地東部に位置する、なだらかな山で、海抜115メートル。青芝神社9名は三間山と呼ばれる、陰山だったが、越後長岡藩三代目、藩主、牧野忠志達により、佐渡国山の杉が植樹される。この縁で十代目、藩主、牧野忠清により長岡城城内東隅にあった。 牧野忠し達を祭人とした青芝神社が移転され、青芝の森とも呼ばれた。青芝神社移転に合わせて、入り込み無用接触禁断の聖地とされ、社地を悠久山と命名した。1982年に、住海寺旧越後長岡藩主か牧野家墓所の悠久山への改装が行われる。地元では、お山の愛称で親しまれており、悠久山の西側には、桜の名所で知られる。 悠久山公園が位置している。桜は、中達の愛好した花で、お山の千本桜と称される。公園内には、悠久山スキー場があったが、1999年に閉鎖した。また、長岡市悠久山の球場や長岡大学、長岡工業高等専門学校が悠久山に面している形で存在している。悠久山断層の活動によって出来上がったと、 されており、2004年の新潟県中越地震では、有 q 山周辺地域の被害が、長岡市の中心部に比べて大きかった。有 q 山の名の由来は、中央の一節、広厚配置、公明廃有 q 無業から取ったものである。ありがとうございます。